大将、どうあっても辞める気はねえの。お前までがそんなことを言う。なぜ、お前たちの誰一人として今の帝国を良いとは思っていないだろう。目的は手段を正当化しねえよ大将。ほら、こいつら見てよく分かった。痛みに満ちたあなたのやり方は正しいとは思えません。やり方を変えられないというのなら、ギルドも帝国もいいとこだってある。それを全部壊してからやり直すなんてひどすぎるよ。強硬な手段は必ずそれを許さないものを生む。わかるわよね。あんたの作る世界が今よりマシだって保証なんてどこにもないわ。僕があなたを信じたのは、人々に何かを押し付けるためじゃない。与えるためにまず奪うというのなら、僕はあなたを倒す。お前の勝手な夢なんかに付き合うのは真っ平なのじゃ。てめえの言い分を認めるやつはいねえよ。どうあっても理解しないのか、変革を恐れる小人だ。すでに全世界のエアルは我が小中にある。勝ち目はないぞ。よく言うわ。あんたそれまだ術式の解析中でしょ。ん？どういうことです？こいつまだザウデの制御完全には手に入れてないのよ。時間稼ぎ。リタ・モルディオ。なるほど、これは迂闊だった。小細工が過ぎるぜ。そんなんで世界を変えるなんぞお笑い草だ。いちいちごもっともだ。よかろう。ならばこれもまた我が波動の試練。新世界の生贄にしてくれ。来い。おいおい、完全じゃなかったんじゃないの。そうよ、あれでもね。世界をかけてんだろう。それぐらいの歯応えはないとな。くそ。世界が生まれ変わる。邪魔をするな。てめえ好みの世界なんざ生まれる必要ねえ。剣で私に挑むとは愚か。ちっ、さっと師団長を務めるだけのことはあるな。あなたを倒し、あなたを信じた自分に蹴りをつける。お前のような甘い考え、世界に変革をもたらせるとでも思っているのか。どうしかった。変えてみせると。一人で突っ走って、迷惑な男なのじゃ。どこかで会ったか。我が前に担いだ。容赦はせん。思い出さなくていいか。黙って報いを受けるのじゃ。そろいもそろって次元を引く。もはや誰も私に及ばぬ。あんたの知識の使い方間違ってんのよ。これで全部蹴りをつける。Yeah!
勘弁しといてやる。最後の最後でアダになった。